こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず、20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それでは193回目の1000本の句を見ていきます。今日は「血液の働き」という項目になります。769本目酸酸素素や二酸化炭素の運搬排出これは丸ですね。770本目栄養素の運搬これも丸になります。771本目体液の恒常性維持。 これも丸になります。本目、免疫、これも血液の働きとして丸になりますアロマテラピーのテキストには血液の働きとして今日の4項目のほかに代謝老廃物の運搬排出体温調節 ホルモンなどの生理活性物質の運搬と調節。この3項目も載っていますので、合わせて7項目を血液の働きとして覚えてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。私のブログ、男だってアロマだがやでは、AEAJ の資格試験に関する情報を毎朝掲載しておりますので、ぜひ読者登録をよろしくお願いします。 その読者登録への URL は下の説明欄、概要欄に貼ってありますので、ぜひご利用ください。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまた明日お会いしましょう。